がサポートに来ます。バックスペースへ運んだ泉、いいよ先制、名古屋グランパス、トップ先を泉へまず仕事をしました。森下、鏡に当たってコース変わりましたけど、うまくユンカもいましたし、まあ、ゴール前には人数足りてましたからね。まあ、森下が一旦小野瀬から縦へ、そして大橋だ、大橋抜ける、大橋のシュート強烈、見事炸裂、大橋パッと前を向いた瞬間に、まあ、見えたと思うんですよね。ここですね、まあ、思い切って振りました。まあ、大迫も少し触ってると思うんですけども、まあ、しっかり大迫の位置とゴールの場所を確認して、アイデアのある井上潮、元神戸ですからフルス対決、そこにさせてくれて井上潮抜けた、いい形で前に出ている、前に伊藤翔がいた、自ら打ちました、スーパーゴールで横浜 FC 先制、フルス相手に記録も素晴らしかったですね。迷いないですもんね、ボールもぶれてますし、まあ、前川からするとちょっとノーチャンスみたいなシュートになっちゃいましたね。前線3人前にいましたが、選択したのは三つ、小川慶次郎のフルス対決です。そして1本で山下が抜ければチャンスだ、集中力してたら、あの集中力高く、アンガラーノ、ジェバリー、後ろから石毛、石毛、石毛打った、一発で仕留めました、ガンバ大阪、まあ、しっかりコントロールからフィニッシュマークまで早かったですよね、はい、まあ、本当にここしかないニアサイドを射抜きましたから、チョンソンリョンからすると、まあ、多少ブラインドになってた